はい、トータルティーの竹島です。エアブラシの省略化がどんどん進んでます。良いことではないと思うということですが、エアブラシの省略化どんなところかと言いますと、まあ大きな部分で言うとですね、こうですね、このエアブラシのここの三角あるじゃないですか。ここの三角、この三角ついたエアブラシって最近のエアブラシであんまり見かけないと思いません？これ、うん、最近のエアブラシはどのようになってるか、どのようなものが多いかというと、こういうのポーンともうないんです、この三角が。うん、で三角なくても機能はするんですが、どこに支障が出てくるかと言いますと、持った時にですね、このな、こうやってこんな感じで持つんですけど、中指がぐっと横から入り込んじゃうんですよ。入り込みやすい。あとまあこう挟むような感じでこうしたいんですが、その時に三角があるのとないのではだいぶ違ってくるんですね。うん、まあ三角がなくてもうまく持てればいい話なんですが、三角があるとですね、この三角があるとこう挟み込むような、こう、うん、極端な話、三角の部分だけの平らになってるんです、挟み込む。で鉛筆持つようにして、ペンを持つようにしてこうやって持つんですが、こうやってやると、でここはエアが通るとこなんですけど、ここは下から入ってきてこうで先の方まで行くんですけど、まあ今はここにエア通らずにこっちの方からこう直角に入ってるみたいな、そんな感じですね。うん、でまあこの三角をないのとあるのと、やっぱあった方がいいような感じがするんですね。ただコストがかかる。エアブラシの工場で作るときにこの部品を作ってですね、でここを溶接してるわけなんで、手間がかかるわけなんですよ。安くつけるには、お客さんに安く提供していくには手間を省くと、省略するということで、省略した分だけ安くできる、うん、間に入ってるお店屋さんにも儲けをたくさんあげれるみたいな感じになって、この三角をなくてもいいんじゃないかということで、うん、会議かなんかして、もう最近のエアブラシはもうほとんどこの三角がないわけなんです。うん、まあその点、まあオリンポスのエアブラシ全てではないですけども、ほとんど大体この三角がついてます。まあ昔の古いエアブラシなんでね、いい時に作られたエアブラシがオリンポスエアブラシなんですけど、オリンポスエアブラシっていうのはまあ老舗なので、現代の今風なエアブラシっていう感じじゃなく、うん、高度成長期時代の良い時代に、エアブラシの工場の油の乗った職人さんたちがいいものを作ろうって頑張って作ってくれたエアブラシなんで結構いいんですよ。うん、全てがいいとは言いませんけども、うん、いいんです。で今まあ三角の話しましたでしょ。あとね、この押しボタン、これ丸ボタン、丸の押しボタンですけど、これね、これ自分小判型の押しボタンって言ってましたけど、言ってますけど、うん、これ手間がかかってるんですよ。うん、この押しボタンももうなんか最近は見かけなくなりましたね。うん、なんか工場でもまあ作ってないんじゃないかなっていう感じがしますね。うん、作ってればいいんですが、もう生産終了みたいな感じでなってきた感じが、雰囲気がする、漂ってるんですよね。うん、まあよし、竹島がこんなこと言ってるからやっぱりこのボタンは継続しようってなってくれれば嬉しいんですけど、まあおそらくまあしばらくっていうか今後はずっとこの丸ボタンでしょうね。省略です。簡単に作れるし、お金もあんまりかからないということですね。うん、まあこれにしても丸ボタンですね。うん、もうほとんど丸ボタンが多いんじゃないかなと思います。まあそんな点、この小判型の押しボタンっていうのはとてもいいんですよね。うん、特にオリンポスのエアブラシの、まあ、低めの押しボタンレバーって自分言ってますが、まあ、すごい操作感がいいんですね。うん、
まあ、こういったところも、ボタン変えるだけで操作感がぐんと上がったりしますんでね、うん、例えばこれ HP の 62B っていう機種ですが、上位機種で HP の 100B っていう機種があるんです。上位機種っていうか、まあ、元祖的なところですよね。でこれはあの HP の 62B って言って、まあ、周りが安くエアブラシ出し始めたもんだから、他のメーカーさんが出し始めたもんだから、合わせるのに、値段を合わせるのに後から出てきた HP62B なんですが、まあ、安くするには、まあ、ボタンを丸くしようってなったんでしょうね、うん、でも HP の 100B の方はあの小判型の押しボタンがついてると、うん、で省略されてない、まあ吟味されてるということなんですけど、まあ、HP の 100B の押しボタンレバーがこの HP の 62B に合ってくれるので、カスタムしてそこのボタンのところを交換すれば HP100B のタッチになるという感じですね、うん、こんな風にカスタムを楽しんでいったりしてる私なんですけど、結構こだわりのエアブラシ屋さんって感じの竹島でございます、うん、まあ、省略されてるところ、さっきの言ったこの三角の話、三角の部分が省略されたボタンが、まあまあほとんど丸ボタンっていう感じの話、他にもいろいろとあると思うんですけど、とりあえずこの2点、皆さんに伝えておきます。はい、忘れてることがありました。まだもう一つありました。大きな、なんか省略化、目立つ省略化の大きな部分として、このセンターカップ、うん、センターカップっていうのが主流になってますね今の、うん、でさっき見せてたこれ HP の 62B ですけど、これもセンターカップなんですけど、これまだカップがちっちゃいからこうやってやってもまだ先っちょの方が見えるんですけど、カップが大きくなるほどにこの先が見えなくなってくるんですね、この邪魔して、うん、大きければ大きいほど邪魔して見えないですよね。細かい作業するときに非常に困るというふうになるわけです、うん、で本来は右利きなら右利き、左利きなら左利きというふうな感じで、これ右利き用というか、まあ、右利きの人であれば、まあ、右側にサイドカップになっててこう見えると、うん、でここにチョボがありますけども、チョボのところにこうこっちとこっちを交換すれば、左利きの人はこっち側にカップをつけてこうやって見ると、左利きの人がこうやって持ったら完全に見えませんよね、うん、右利きの人が持てばいいんですけども、左利きの人が完全に見えなくなるんで、これを反対に持ってくると、そのための左側のこのチョボなんですね、うん、ただ右利きの人でだったら極端な話このチョボいらない、右利きに右だけについててここスペッとなったスッとなってた方がいいんですよ。このチョボでさえも邪魔に感じたりする場合もあるので、うん、まあこれもまあ、左利きの人にも使えますようなんですけども、本来は右利き専用であってほしい、本来は左利き専用であってほしいっていう、そんな感じなんですね、うん、まあそれがまあ最近はセンターカップの省略されたエアブラシがほとんどになってるという話です。はい、ちょっと言い忘れでした。はい。